こんにちは、ひなたです。はい、おはようございます。今日はもともとモーニングルーティーンを取る予定だったんですけど、寝坊してしまって普通に動画を回してる場合ではないんですけど、諦めかけちゃってるんですけど、だからこんななんかのもうのんきに喋ってるんですけど、結構やばくて普通に、あと20分後ぐらいにもう出なきゃいけなくて、普通にやばいよね。これから準備していきたいと思います。企画変更ですね。寝坊した日の朝の様子をお届けしたいと思います。それではレッツゴー。今日いろいろ何個か言わなきゃいけないことが、まずカメラの調子が悪くて、ちょっと急遽もうスマホで撮影してるんですけど、いつもとちょっと違う感じがするかもしれないです。あと髪色変わったのと、あとあ、そう、なんかモーニングルーティンなのにもう夜な感じするんですけど、今日本当に早朝で、早朝の時間からお仕事なので早く起きなきゃいけないんですよ。だから4時とかそんぐらいですね。5時に出なきゃいけなくて、4時多分今40分ぐらいだと思うんですよね。さっき見た時本当にのんきで喋ってる場合じゃないんですよ、マジで。でも唯一救いなのがメイクを向こうでねやるから、とりあえず服も寝巻きをこれでいこうなと思って、もういいです、これで、なんならもうこれでいいですって感じなんだけど、でもちょっとさすがにあれなので、先髪やろう、先とりあえず歯磨き。いろいろやばい、本当に。朝早いから寝坊してしまったっていうのもあるんですけど、とりあえず髪とある程度直して、本当にさ、なんでこんなのんきでいられるんだよ自分が、おかしい、普通に考えて。でも早くしたとて雑になってしまうから、とりあえず丁寧にやりつつ、でも素早く、とりあえず本当に悲惨な状態すぎて本当に嫌だ。本当にこれを全国に発信したくないんだけど、でももうしょうがない、自分のせいです、普通に。なんでとりあえず下地だけ、下地がパパパパパとやっちゃえばいいお話になりました。やっていくよ、とりあえず下地だけ。あ、もう最悪、焦るな。神様、仏様てかさ、思ったんだけど窓開いてんの、やばい、普通に窓開いて、でもやばい、一人でめっちゃ喋るやんって、この人聞こえてたらさ、普通にさ YouTuber いいねってなるよね、恥ずかしい。でもそんな窓を閉めてる時間もないです、普通に考えて。すごいことになってる、ごめんね、みんな、ちょっとやばい、待って、あんま最悪、てか普通にやばい、10分以上経ってるよね、普通に考えて、おかしいよ。いや、まだ時間あるな、まだ2分、ちょっとできるところまでこれでいいよ。とりあえず自分のことで精一杯、ないんだけど、コスメが、え、なんでこんな少ないの。アイラインもないし、何もかもがないんですけど、どういうこと。ちょっとここにあるアイライン、え、でもブラックがいい、大阪で撮影があって、楽しみな、2日間、1泊2日大阪に泊まるんですけど、やばい、超楽しみ。でもお仕事なんで、撮影ではあるので楽
楽しみながら頑張ります。いや待って、ここまでしてる暇なかった。絶対に分かるでしょ、自分で自分で説教、自分で自分を説教。でも私早い電車で乗ろうとしてて、一個後でも行けるんですよ。だから今のんきに結構メイクを進めちゃってるという。一旦リップを、ちょ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 、保湿大事ですからね。最近買ったこのリップ、ペリペラ、このねグロスなんだけど、こんな感じでめっちゃねこうでかくて、メイクともう髪はもうこのままでいいです。向こうでやってもらえるので、とりあえずスーツケースは荷造りはできてるので、あとはこのミニバッグ、手持ちバッグに荷物を詰めるだけです。最近はちゃんとこのポーチにメイク用品を入れるようにしてます。ケープ、コード類、財布、紹介してる場合じゃないです。ちなみにてかもうあとっていうかもう過ぎてます。今更説明するんですけど、電気つければいいじゃんって話なんですけど、暗いから。お姉ちゃんが今寝てるんですよ。だからちょっとさすがにあのお姉ちゃんも、うん、仕事で疲れてるので、ちょっと電気はつけられないかなということで、このドレスの照明だけつけさせていただいてます。だからすごいツッコミところが多い動画になってるんですけど、申し訳ないです。本当に許してください。これが寝坊した日の朝の過ごし方です。本当こんな感じです、いつも寝坊した時。本当にマジしてやばいです。本当とりあえず、準備できました。もうこれから駅の方に向かいたいと思います。とりあえず1本後のやつに乗れるので、はい、それに乗ります。ということで皆さん、今回は寝坊した日の朝の様子をお届けしました。本当にグダグダすぎて申し訳ないです。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらクリップチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。やばい、マジで急いで出ないと本当にやばい。